の学校があります初心者から経験者まで投資が学べる沖沖沖縄縄縄 FX スクーーールトトレレドド学学院院詳しくは沖縄トレード学院で検索古くて新しい沖縄食堂サンドイッチシャープコザ A ランチ選手権で優勝したメニュー 1kg アメリカン A ランチにあなたもチャレンジその他多彩なメニューであなたの胃袋を虜りにします 北中グスク NBC となりサンドイッチシャープ6月20日リニューアルオープン来店者全員に素敵な特典をご用意抽選会でバーベキューグッズプレゼントさらに iPad がもらえるキャンペーン開催中詳しくは店頭スタッフまで982213枠ソフトバンク中野町です国体道路沿い琉球居酒屋佐藤きび 来店店しやすいい落ち着いた店内バーのような雰囲気リラックスしながら絶品料理が楽しめますサイコロステーキも一押し琉球藤君はいということで「ひと、はい、のあチャンネルリターンズ」引き続きお聞きください。ということで、はい、すいませんあの曲の合間にですね CM を流そうとしたら <laughs> あの雑音が入ってしまいまして。<laughs> ちょっと宇宙人と交信してたんですがうまく伝わらず申し訳ないです。すいませんでしたということで先ほどの続きで続きでってすごい脱線してしまったんですけど NPO 法人の要件っていうのが簡単に言えば11個設立の条件ですね設立の条件が11個ありましてそれをじゃじゃっと時間がねて。 とと言っていいいきたいと思いますまず1番、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること NPO 法で定める20の分野のいずれかに該当する活動であることということで、はい、まあ簡単に言うと難しくというか一応書かれてはいるんですけれど、うんはい、簡単に言うとあの NPO 法あの 社会貢献の活動は簡単に言えば20個ありましてこれのどれか一つに該当してないと国としては社会貢献とは認められませんよというふうに言われているんですよね。それの中の1個でも入れば NPO 法の主たる目的として活動はできますよということです。簡単に言うと えと保険医療、または福祉の関係であること、はい、増進を図ること、はい、あとは社会教育の増進を図ることであるとか、はい、地域安全活動であるとか、はい、災害救助活動であるとか、こういう、はい、えと20の,あの社会貢献の分野が、うん、あのもう NPO 法では定められているので、うんうん、この20のうちの1個, 1> 1個、うん、でも入れば大丈夫。これ逆逆にに複数該当してても、OK、てことで言えばあの 二十個あるから、二十個全部入れちゃうっていうのも可能です。可能なんだけど、えっと。定款に、定款って言って、会社に。の取りまとめを作った。ものなんですが、そこに、あの、二十個。こういうことをやりますって書いたとしても。えっと。 実際にこれ本当にできるんですかとそうですね、そう思ってしまいますよね。<laughs> で、できてるんですかというふうに審査の対象になってしまうので、できますというのであれば全然問題ないんだけど、これもやりたい、あれもやりたいというもので入れてしまうと、実際にこれ、授業としてはできてないですよね、だからカットしてくださいっていうふうに、あとあとは言われる可能性があります。はい、ということですね。はい、であとは2番目 <laughs> 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することと、はい、いうことで、まあ、簡単に言うと誰々さんだけが得をするとか、はい、何々部落だけが得をするというわけではなくて不特定かつ多数ということなので、はい、みんなが<あ>大勢が利益をいろいろな社会貢献を。 受けれるっていうこととにしないといけないいいけこのブラックだけの人が受けれますよとか、はいはい、男性だけですよとか、はい、女性だけですよというわけではなくていろんな方老若男女、はい、あとは地域を関係なしに、うん、いろんな方が、えっと、そこを利用して、はいえっと、いろんな、えっと、社会貢献を受けれますよという形にしないといけない。番、うんはい、番目3番目 えー、営利を目的ととしないこと、はい、さっきの話とちょっとつながってますよね。うんうん、でこの,あの「営利」っていうのが、はい、あのすごい何一般の人にも誤解を招いてしまって「<laughs> ねうん、営利」っていうことはやっぱりお金、はい、でお金を取ったらダメっていうふうにとらわれてしまう部分があって、はい、そうではなくて「営利」っていうのはんと <laughs> 難しくなるんですけど、えっと、まあ人 消費者に対してサービスとか提供するしてその対価としてお金をもらいますよね。これは収入なんです。これは企業側から見て収入ということですね。いろんなサービスだったり商品を売って対価としてお金をもらうことが収入その収入から経費だったり人件費経費ですよね。を引いたのが利益。 これは会社に残るお金のことを利益って言うんですよね。はいはい、で、この利益から株式会社とかの場合だと株主配当であったり、はい、あとは今年度は儲かったので、うん、みんなに臨時ボーナスをあげよう。これはそのの会社の社員さんという形で、えー、と人に対してお金を分配することができるんですよ。当然分配しないで 貯めとくことも可能なんですけど分配することも可能なんですい。でこれが利益あっは利っていうふうに法では定められてます利益を人に分配することを営利じゃあ NPO 法人はどうかっていうと同じように収入を得るのは構わない商品とかサービス提供して得ることは構わないでえっと経費を引いて人件費を 引い,引いて利益を得でこの利益の使い道がえっが、と、NPO 法ではあのー、決められてまして、はい、先ほどの会社みたいに、はいえっと、人に対しての分配は NG 人に対しての分配は NG だから役員報酬ですよ、はい、あ役員報酬はいいか臨時ボーナスですよとかあとはもう給料とは別にお金を払うこと自体は 禁止されてる給料としては当然働く人の対価なので,で、ね、全然問題ないんですが、うん、それ以外にお金をどんどん取って、はい、しまったりとかするのは NG <G>、うん、じゃあこれをお金を余るじゃないですか利益、はい、じゃあどうするかっていうと、はいえっと、もともと社会貢献が目的なのでその社会貢献に使ってくださいっていうのが 非営利なるほどですね。という形になりますね。事業にちゃんと使ってちゃんと事業に使うというのが、非営利。で儲かった分だけ自分たちにお金を分配することが営利という形になります。だから別にお金を取ったらだめということではないですね。ということと、あと4番は NPO 法人で会員を集めるんですけど。 まずこれが10人以上の会員を集めないといけない10人以上の会員を設立するときにそうそう設立するときじゃない、ずっと。ずっと要は簡単に言うと社会貢献が目的なのに10名、10人、たかだか10人から応援されてなければそれ必要とされてないんじゃねっていうふうに基準となるそうですね。考えたらはい だから、最低でも10人、ファンを見つけてくださいというのが条件です,、ね件ですで。これはもう最初だけではなくて、ずっとですね、はい、継続的にことす、ね、年度で、事業報告書っていって、年に1回、はい、1> 先ほどの NPO プラザっていうところに報告するんですけど、はい、ここにあのちゃんと10人いますよっていう名前と住所を書いて、提出しないといけないので、と、はいはい、いうことです。番目がこの会員 2回、はい、の資格に関してですね、はい、えと不当な条件をつけて喪失させないことということで会員の資格の喪失に関して不当な条件をつけないことということで、はい、まあ簡単に言うと入りたい人は自由に入らせていただいて、はい、えと辞めたい人は自由に辞めさせるあそういういことなんですね、うん、で不当な条件ということなので。はい えっと、例えば石原君が俺の NPO 法人に入りたい、はい、入りたいですだけど石原君とちょっと合わねえな、えー、<laughs> ってなったときに、はい、じゃあ石原君は、うん、入会金10万円です、うん、他の人は0円なのに、はい、石原君だけ10万円っていうのは不当じゃないですか、これが不当な条件なそうですね、そうそうもうみんな10万円だったら全然問題じゃないんですよ、うん、金額が問題ではなくて、うん、みんなが10万円だったら問題な、ね、い。 だけど石原君だけが10万,10万円とかだったらその人だけなので,で、ね、これは不当な条件ってなります、はい、で逆に辞、えっとはい、めたい時石原君辞めてほしくないなと思ったら、はい、じゃあ,あ,の、まあ手切れ金として100万円置いてってくださいと、はい、<laughs> 100万円それができなければもう少し続けてください、うん、っていう形になります。はい これが不当な条件他の人はないそんなのないのにやめてほしくないからそういう形でまあじゃ気持ちは嬉しいですよねまあ嫌じゃんでも100万円置いてけばいいですねうことになりますでえっと6番目がえっと役員としてえっと理事3人以上幹事1人以上を置かないといけませんとでその7番目その役員のうち報酬を受けるものの数が えと役員総数の3分の1以下であることって簡単に言うとですね NPO 法人の最低最初に作る役員というのが理事が3名以上,名以上だ10名でもいいし、はい、まあ極端に100名でもいいし、ねはい、3名以上なのです、うん、最低ラインが3人漢字、はいえー、は1人この漢字というのは外部監査ですね。はい 一人以上置くんですが、はい、もし薬品報酬といととうことで、はい、まあ役員報酬って何かと言ったら簡単に NPO 法人の薬品報酬って言ったら理事会とか総会に来てくれてありがとねみたいな形なんですよ。はい、それが報酬になるので、はい、まあ年間5万円ぐらい多くてあこれはあの各 NPO 法人に任せるんですけど、うん、平均大体それぐらいなんですよ。はいで その役員報酬を受ける者の,の数が、はいえっと、役員総数の3分の1以下であること,いうことで3分の1以下3人いたら1人しかもらえないあじゃあもし役員が9人いたら3人はもらえるということで,ですか先ほど言ったう<あ>石原君が言ったように、えっと、3人のうち1人しかもらえない、うん、じゃ残り2人はあ僕も欲しい、私も欲しいとなった時どうするかといったら、ね、石原君が言ったように えっと、役員の数を9名にして、してえっと、3分の1にすればいい、うん、だけど、そしたら今度、残りの6名が不平等差が出てしまうので、ええだそれだったらもう役員報酬ってない方がいいよね、うん、っていうやってるところが多いですあこれはもう一人ももらわないってことですよね、それの方が結構いいではありますよね、うん、まだあの活動しやすいと思う。うん、みんながやりやりすいこれはあの 払うとしたら3分の1以下だから別に絶対払わないといけないというわけではないのであなるほどですねということとあとは宗教や政治活動をしたる目的とすることではないことこれが8番ですね8番はい、はい、で9番が、えー、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として授業を行わないこと、はい、ということで、えっと、ある例えば俺だけが儲かる仕組み、はい、実はあの、はい みんなが集めた寄付は俺のものになっていくとか、はい、あとは石原君の会社にのお金になっていくとか、うん、そういうことではないようにしてくださいということですね 2>, 2番とちょっとつながってますそ、ね、そうそう,そう,そうちゃんと不特定のまあ2番の場合はどっちかというと活動なんですよはいいろんな人が社会貢献活動を受けれるように、はい、で番にあ9番に関しては、ね、えっとその得たこ かっていうのが自分たちのものだけに最終的にはならないように、はい、あそうなんですそうかそうそうと、ね、いうことでまあ似てはいるんだけど若干ちょっと意味合いが違います,いますで,す、ね、で10番が、はい、えっと特定の、えっと、候補者これは選挙の、ま、そうですね、はい、選挙を政党選挙の政党をですね<党>推薦したい応援したい反対することを目的ではないことということで、はい、あの 個人で,です、ねはい、応援したり反対したりするのは構わないんですが、はい、NPO 法人私たち何々法人は、はい、NPO 法人はあの人を応援しますとかいうのはしないでくださいと、はい、あじゃあこの NPO 法人に所属している1人の人が自分でそのどこかの政党とか応援するのはいいということですいということで最後に、えー、と暴力団ではないこと、はい、もしくはその暴力団または更生委員との 関係ではなないこと,いうことに11番になりま,すまあ社会貢献目的なのでここら辺は守ってくださいねというのがあります。でこの1から11番の要件を満たせばある程度 NPO 法人としてはえっ、ー、とできますよということなんですがえっ、ー、とあくまでもこの要件をクリア条件をクリアしただけになりますので実際にあの 運営費だったり活動方法っていうのは当然あの自分で考えて事業計画書を作らないといけないしあのお金を得るためにどういうふうにやっていかないっていうのは知恵が必要だから0円でできるし設立条件も基本的にそれに当てはまってしまえば簡単に全部できるものなのでえっとじゃあ NPO 法人って LSO よねってやったとしてもやっぱり長続きしないっていうのはあるしやっぱりそういう,ふう 人が増えてしまうと NPO 法人って何やってるかわからないよねっていう風に言われてしまう,う、ねうん、ところもあるので、はい、それだとやっぱね一生懸命やってるところとの差がどうしても出てしまうので,うで、ね、ということがあります、はい、ではでは、えー、とここで1曲はいけないかなじゃ CM をお聴きください <laughs>、はい なに家族会議って急いでんだけどまきて高校生以下の子供が一緒だと質量ドリンクが半額夕方5時から夜10時まで毎日金土日もだぞどうだ知ってるしジョイでしょああ知ってたのお父さん今日ジョイする沖縄市小座に女性専用ドデーーィープな小座をめぐった後に 安心価格の1泊2000円小屋バス停近く09065937687女性専用ドミトリーパレットコザ1階はチャンプルーのお店夕食酒絵の具もやっていますお腹が空いたなら三々丸沿いそんダバス停前ハイビスカスが目印のあかね食堂へメ想ソでボリュームたっぷりの炙りソーキそばが自慢食べきれなかったらお持ち帰りも OK お問い合わせはの食堂まで。百日記念の笑顔七五三のおすまし顔十三祝いのはにかんだ顔成人式の背伸びした笑顔大切な子どもの成長を記した一枚の写真三々丸沿い黄色い建物が目印第一スタジオはあなたの思い出作りをお手伝いいたします保険の内容がわからない。 加入している保険は自分に合ってるの保険料もっと安くならないかななどなどお客様のそんな疑問にお答えいたしますお問い合わせは一般社団法人生命保険証券診断士協会詳しくは「LCQS」にて検索あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それが「ベタニアチャージ」です 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。はい、では引き続き、人のあチャンネルリターンズですが。はい、えっと、ここでちょっと皆さんにお知らせをしたいと思います。はい、えっと、これはですね、沖縄市の一番街内にあります。えー、水玉、カッピングサロン、未来さんから。 ているものでこの未来さんですねもともとはカッピングってわかるいや全然わからないですえっとねんて言えばいいんだろうカッピングっていってある装置があってそれで背中とか太ももとかふくらはぎを吸うのよ吸う吸引するの吸いよ吸いするのよ吸引よ吸引するのよい引よ吸するのよい引すする ものなのよ痩せるとかかです結構よくするので基礎代謝がるそれイコールやっぱり痩せるということにはなるかもしれないけどそれだけじゃなくてやっぱり美容目的だったりいろんな効果が女の人には嬉しいですねそうそうそう期待されてるんですがそれは一番外でずっとされてる方なんですが今回市民サロン市民サロンやっていきたいということでこれはねうんとね ストレッチだねストレッチ、うん、意識を変えるだけで体を元気にしましょう、はい、えと地域の方々に元気でいてほしいということで企画しました、はいえー、姿勢を良くしましょうやストレッチしましょうと聞くと、はい、分かっているんだけどねーと思うはずです <laughs> そうですね本当にうんに、うん、で分かっているけどできないっていう人が多いから、うん、まずは気軽にやってみようということで、はい えと自己啓発ですねの,あの体バージョン、はい、まずは知ってもらって、意識を変えて、自分を変えて、そしたらやっぱり効果が出てくるので、いろいろ変わりますよと、はい、で沖縄はあの長寿の国、長寿の国って言われてたんだけど、もうそれが崩れてきてまして、女性では平均寿命が全国の3位、はい。はい 男性ででは30位えそうなんですかこれはあの働き盛りの死亡率ね、はい、長寿じゃなくて、はい、働き盛りの死亡率がこういうふうになってますうん、うん、あごめん平均寿命がで当たってるやん女性が3位、はい、男性が30位で働き盛りの死亡率が男女平均ワースト1位なんだえ,ー、えそうなんですかみたいじゃあ沖縄の人ポックリが多いんだねちゃんと とっても働いてるんですね,ね働いてるのか食生活が悪いのか健康診断の実際受けてるかっていうのも全国ワースト1悪いということになってます,、ねすね、じゃ気づいてないっていう部分もあるんですか、ね、そうだねだ気づいた頃には遅かったっていうケースも結構あるかもしれないですそういったのも含めてですねストレッチってやっぱり血行を良くするのもあるしはい、はい、やっぱり筋肉をほぐす、うん、っていうことであとは姿勢を正すっていうことですごい ね、効果はいい効果はいいあるってみんな知ってるとは思うんだけどか、ね、<laughs> なかなかねやらないじゃないですか、うん、そうですね時間取らないですもんね、うん、そうそうそうでそこで、えー、とこのカッピングミライさんではみんなでじゃあちょっとストレッチを実践して勉強しましょうということで、はい、えと市民サロンを開催いたします、はい、えと日付がですね4月15日の毎週水曜日、はい、えと10時から 1> 約一時間ほどですね。毎週水曜日ってことは四月十五日から毎週水曜日午後に、はい、スタートするとこす、ね、そうですね。毎週水曜日の四月十五日、はい、あごめんなさいね四月十五日の毎週<し>水曜日からの十時から約一時間ほど一時,時間ほどはい、はい、行います。場所はですね私たちの、はい、えっと沖縄市市民活動交流センターはいとなっております。はい、まあ場所は僕たちのところもあの沖縄市の一番街内にあるので、でね、はい。 一番外に来てもらったらすぐ分かるかなそうですねうん分かります分からなかった電話はい電話してもらえればと思いますえと料金は500円え五500円ワンコインでできるようになってるんだよこういういいよねすごいですね500円っていいよちゃんと利益取れてるんですかねだからまあそこが目的ではなくてやっぱりこういうことを広めての本当にみんな意識してやってくださいっていうのが このカッピング未来さんの趣向だと思う趣旨だと思うのでめっちゃいいですねありがたいよねはい俺もやりたいもん僕もやりたいです特にデスクワークの人とかにとってもよくだね。姿勢ってことは俺もさ猫背だからさ直したいんだよねこの猫背直したら多分1 0ンチぐらい身長1 0ンチっていうふうには自分で思ってるんですがえっと予約番号連絡先ですね すいだカッピングサロン未来さんとなっておりまして、えー、と電話番号は07054031276もう一度言いますね07054031276まで、えー、とご予約お願いいたします<れ>ということで受付この電話の時間とかは何時でもいいんですか、ね、特に書いてはないね 携帯だからまだ大丈夫なのかな、<に>まあ、日中とかがよさそうです、ね、そ,うそうそう、あのいくら、ね、携帯だからって言って、真夜中とかそういうものではなくて<笑><笑>、えー、10時以降とかからですしていただければと思います、お願いします。はいで、えーと、どうだった石原君、2回目のラジオはそうですね、ちょっと緊張、最初の何でしたっけ、さっきも言ったんですけど、番組説明が今日初めてで、うん、緊張して。うん ま僕的には100点かなって <laughs> 大きく出たなおい <laughs> そうですちょっとまた、はい、気になったところは直してきますいいよ別にいいよ別にって言っちゃダメだうん <laughs> お願いします <laughs> でもそんな気になるね失敗もなかったと思うし、ねうん、堂々とできてたと思うので、はい、今後もよろしくお願いいたしますしま温かく見守ってくれればそうだね今日もコメント コメントいっぱい来てくれてありがとうございますはいありがとうございますもういろんな方がねこんな風に見て聞いてくれて嬉しいですね嬉しいと思いますで、内容がね内容だけにまあちょっと難しいしまフランクにみんなコメントをくれるものではないかもしれないんですがま片耳でもいいのであの聞いててもらってあそんな風に思ってるんだとかそんな風にやってるんだっていうことで 感じてもらえればなと思いますのでよろしくお願いいたしますということで残り5分5分意外と時間あったねありますね曲いけたじゃん今からはもう厳しいですいやうん厳しい逆にさようならが言えなくなっちゃうのでということでこの何でしたの市民サロンにですね僕たちもねいますんでこのリスナーさんもう 顔ででも見に来てほしいすね市民サロンが目的でもいいんですけど僕たちも会いたいなじゃあ行ってやれ俺を見に来てくれって俺を見に来てくれ誰に誰に今言ったのしかもちょっとかっこよかったなありがとうありう無理して俺の要望に応えないでもいいよそうですね今ちょっと反省します ありがとうございます本当にあのこの番組ってあのこの沖縄市だけではなくて、うんまあ、このユーストリームだったりツイキャスを通じてあの全国ねはい、はい、流れてるので、うん、先ほどどこの県かわからないんだけどね、うん、グリーンさんは修学旅行で10月に来ますよっていうふうにね、うん、言ってくれてたのでまあ県外だろうとは思うから、ね。はい もうありがたいことで嬉しいですよね県外の人が聞いてくれるなんてですねはいはいはいということですねはい紅芋タルトとかおすすめですよねせっかく定番だな結構おいしいんじゃないですか確か定番ですねなんか最近でもいろんなお土産が出てきてすごいよねたまにさ国際通りとか通ったら面白いんだよねとえばもう行ってないでしょ 最近は1年前ぐらいはよく行ってましたねあそうなの、はい、よく行ってたの本当によくよくって言っても1か月に1回ぐらいなんですけどあ行ってたんだはい俺も大人になってからほとんど国際通り行ってなくてはいはいで何かのきっかけで仕事か、はいうん、仕事で、あのー、通ったら面白いね意外となんかいいですよね雰囲気とかも、うん、とってもいろんな人がいて、ね、面白い面白い またなんか最近オープンしてますんでした三越のああえっとかハッピーナハハッピーナハ行きたいあれ行きたいですよね子供とか特にポケモンの施設とか専門施設があってあと吉本沖縄の劇場料理とかも飲食店も吉本が関係してるんですかねちょっとう覚えなんですけどあるみたいなんでえいいね子供とかいいですよねとってもそんなのが ね、沖縄市もどんどんできてほしいなそうですねでもちょこちょこありますよねこの密集して、ね、国際通りみたいに密集してないだけでそうそうあのーね、魅力的なお店っていうのは意外とって言っておわれだけ <laughs> いっぱいある,あるんだけどやっぱりザーっていう感じではないんだよね確かにでもお店どんどんこの商店街でも増えてきて、うん、先週土曜日はケイバブ

食事を楽しめるっていうところがしてくれるのかな、うん、まあそこでいろいろご飯を食べたりお酒を飲んだりっていうできるだったりあとは一番外のアーケードを使ったあの居酒屋があったりとかあとはあの奥の方ではあのえとさっき言ったケバブの専門店があったりとかいろいろありますのでではではえと来週もまたお聞きくださいひと、はい、のチャンネルリターンズでしたありがとうございます 問い合わせはは一般社団法人生命保険証券診断士協会詳しく LCQS にて検索海外から直接買い付けした洋服アクセサリーバッグ靴などが豊富なセレクトショップいつまでも若くキュートでいたいあなたクローゼが大人かわいいお届けします沖縄市蔦屋三里店近く「カムカム」しか向かい大人のためのセレクトショップクローゼ コールセンターの構築を考えている皆様オフィスのシステム開発を考えている皆様ベトナム進出を考えている皆様オフィスアイコーポレーションはそんな企業の味方ですお客様の利益を最優先に考えイメージを具現化します996-3000番オフィスアイコーポレーション国体道路沿い琉球居酒屋佐藤キビ。一人でも来店しやすい落ち着いた店内 バーのような雰囲気、リラックスしながら絶品料理が楽しめますサイコロステーキも一押し琉球居酒イチきびそれは24時間に1回だけ聴ける希少な音24時間聴いているから音は24時間に1回聴けるだけいよいよですその効き目に世界が驚く ワンプッシュですぐ聞く二十四時間聞くオスだけベープクリスタフマキラーなぁに家族会議って急いでんだけどマキキ高校生以下の子供が一緒だと質量ドリンクがあん夕方五時から夜十時まで毎日金土日もだぞどうだ知ってるし上位でしょあ,あ知ってたの、ね、お父さん今日ジョイする北中グスクソン島部国日本そばと天ぷらの店 本場仕込みの日本そばとサクサクの天ぷらジューシーで柔らかいアグ天ぷらも大人